はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済を使わない人の3つの理由、PayPay や LINEPay などと、ということで今回は僕が常に発信しているキャッシュレスですが、まあその中でも QR コード決済を使わない方の、まあ3つの理由ということで、僕なりに簡単にまとめてみました。ということで早速1つ目なんですけども、まずはこのめんどくさい問題ということで、まあこれは結構あるんじゃないかなと思うんですよね。まあ僕の場合は試しに色々使ってみたいという好奇心が結構あるので、登録などはそんなに苦ではないんですけども、スマホ決済の初めての方からしたら、まあめんどくさいが最初に来るかなと思います。まあそもそも QR コード決済を始めるまでに流れ的にはほんの一例として、例えばアプリインストールから始まって、アカウント登録、銀行口座かクレカの連携をして、そしてチャージという決済まではここまでの手間がかかるので、まあ、使い始める方からしたらかなりの参入障壁になるかなと思います。まあそれを払拭するために企業さんもクーポンやキャンペーンを出してるみたいなんですが、まあ使い慣れてる側からすれば、新しいペイが出てくればまたこれかと思いながらサクッと登録をすると思うんですが、まあ、これが初めての方だとかなりハードル高めだなというふうに思います。次に2番目、数が多すぎる問題ですね。まあ、これは現在スマホ決済を利用されている方でも思うんではないでしょうか。まあ、初めて使う方からすれば何から使った方がいいのという悩みが出てくると思います。まあ、それにしても本当数が多いですよね。まあ、これは多分3回目ぐらいの登場となりますが、こちらのキャッシュレスのカオスマップですね。いや本当多いですね。いろいろ使ってる自分自身でもやっぱり多いなと思います。まあ、この乱立してる QR コードを一つにまとめるという話もあるんですが、まあ、使う側やお店側からしても本当大変ですよね。僕自身はキャンペーンなどが発表されたら、まあそれに合わせてお買い物するお店をある程度選んで使ってるんですけども、まだ使ったことのない方からすれば本当に何のこっちゃという感じになりますよね。そして3つ目、セキュリティ面が不安問題ということで、まあ最近の話題であればセブンペイがいい例ではないかなと思います。もうあれだけメディアで話題になってたので、まああの事件はセブンペイに登録してるクレジットカードの情報が盗み取られてしまったということでした。まあ結構あれがきっかけでスマホ決済を使うことに何かしらのためらいがやっぱり出てきそうですよね。確かもうこの事件の前にもペイペイでも不正利用があったということでも話題になったので、まあこれに関しては企業側が何かしらの対策をしてると思うんですが、まあ、結局は自己責任になるので、スマホ決済を始める前の方がいたらご自身でいろいろと調べてみるのもいいと思います。という感じで今回大きく分けて3つでした。めんどくさい問題、数が多すぎる問題、セキュリティ面が不安問題、こちらを例にざっとお伝えしました。もしですね、これ以外にスマホ決済を始めない方の理由などがあれば下のコメント欄にぜひ書き込んでください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。